はい、こんにちは、サルウィンです。行きましょい。東方向の今日。というわけで、エクストラ、今日もやっていくよ。一応、レーバーテイン超えたんで、前回ね。まあ、クリアしないと意味ないんだけど。クリアしないとね、そろそろ、クリアテイク取ろうよ。ね。今ね、あれなんでね、ちょっとヨーヨーもやってきたばっかだから、若干やりづらい。なんか、コウマ教にだいぶ慣れたから、コウマ教の方がヨーヨームよりやりやすいんだよな。なんか。やりやすいとは。多分当たり判定はね、ヨーヨームの方がちっちゃいんだろうな。コウマ教は当たり判定ってすごいでかいじゃん。もうボケボケ。いやー、これいらんかったな。ダメ、このパターンダメ。避けらん。あー、返してくれない。いやー、ダメダメ、違う。ダメだ、今相当やばいな。これはバッドコンディションですね、僕に言う。あぶね、これはなかなかのバッドコンディションってやつですね。あとやっぱヨーヨームに慣れたから野球やりづらいってのはあるけど、やっぱ2着金を同時進行でやるの結構大変かもしれない。システム違うからちょっとやりづらいね。あ、まあまあ、ここはめんどいからやりきっちゃうか。いやー、とりあえず行けるとこまで行くよ。さあ、頑張ろう。このさ、結構なんか、いや、こうなるとダメだな、位置が。あなたレミリアじゃなかったフランドールにダメで当たった方がいいですね。あさあ、レーバテインのお時間がやってまいりました。皆さん、あー、そこはダメなんだよな。レイバテもさすがにちょっと慣れたでしょ、さすがにちょっと慣れたでしょって言いたいんだけど、だいぶ慣れたとは思うんだよ。うん、あー、オッケーオッケー。レイバテインだいぶ、あー、バカ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 、これはないわ。調子乗ってる、調子乗ってる。
くっそあー、でも令和店員はね、覚えたよね、結構。あ、てかハイスコアじゃん。ベストスコア出ましたよ。だいぶ調子悪かった気がしたんだけど。じゃあ、あと2回チャレンジして、終わりにしよう。てか、正直、あんまりコンディション良くないけど。でもやっぱ慣れってあるよね。人間慣れるからね。何、学習する生き物なんで、人間はね。そこは、頑張っていきたい。どんなに難しいことでも、やっていけば、できるようになる。それが人間クオリティってことだよね。それこそが人間。人間にできないことがないのか。それはすげえ。できないことはいっぱいあると思うんで。あー、見つかった。処理の仕方見つかった。大変なことになっていた。ふぅ、バカバカ、もったいないんだよ。やばいと思ったらボム使う。その精神よ。もっかい。あ、待って、ダメだ。やっぱね、操作感がちょっと違うんだよな。あー、待って、ひっと今のちょっと待ってまあ、ラストね。まあ今あんまりコンディション良くないからサクッといくってのもいい。もう今日も3回しか、絶対3回しかやんない。いやー、でも今のはひどいな。なんかもう限界かな。集中力がない。さっき、まあ結構ヨーヨームでね、ちょっとね、疲れてるんですよね。危なっ。あー、危ない今の。まあ、逆にね、最初のうちに、うお危なっ。もうダメ。今、ほんと良くないね。もうやめましょう。これで終わりにしよう。今日はね、このぐらいにしときましょう。このぐらいで勘弁してやるぜ、みたいなやつ。いやー、マジで、あれだよね。無理だね。今の私には無理だね。え、嘘。いや、当たるとこじゃねえだろ、今のはひどいな。ドイツですね。マジ？もう、あ、やばいっすね。いやー、ちょっとね、集中力っていうか、覚醒というか、まあ今日は集中力だな。覚醒とかそういうレベルじゃない。集中力に負けますね。あー、もう限界でした。やべ、やった。あー、本当にひどいね。やばいなー、これ。
エミリアまでは行かないとね、ダメだ。あ、だやだ、遊んでるだけ。あんま余裕がないもんね、今、なんか自分で分かるもん、余裕がない。全然余裕ないもんね、今。やばいよ。エキストが余裕ないし。全然余裕がない。ちょっと待ってね、ちょっと待ってねもうそういうところよ。いやー、頑張ろう。こっち行っちゃダメなんだね、避け方が違う。ちょっとこれの攻略法も気づいていいんじゃない。あ、分かった。いやー、余力ねえなー、あんまり。これダメ、今ダメ、今多分避けらんない。あー、待って待って今のなんだ、今のはなんだ。令和店員超えられるようになったね。まあこれは大いなる進歩だと言いたい。あー、まだ早いな。真ん中じゃなかったっけ。なんとも言えさあ、でもまあ確実に進歩はしてるということでよろしいでしょうか。多分このね、ハイスコア入力もね、まあ、わかんない、逆にあれか、先に進めば進むほどまた入力できるかもしれないけどね。というわけで今日はこのぐらいにしておきましょう。お疲れ様でした。バイバイです。